長、世耕内閣官房副長官。谷谷委員からも指摘いただいたようにですね、本当にこの性同一性障害の問題というのは本当に多岐にわたるというふうに思います。で、今ご指摘いただいた問題のこの答弁者だけでもですね、例えば内閣府であれば、これ男女共同参画の担当もいれば、自殺総合対策の担当もいれば、マイナンバーカードの、担当もいると、そして他にも、総務省、厚労省、そして外務省で、またご指摘はいただきませんでしたけれども、人権擁護という観点では法務省ですし、そしてまた倫理法で成立させていただいている、性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律、これは、法務省所管ということになっていまして、本当に役所もバラバラになっていると思います。こういった中でですね、仕事が縦割りにならないように、細切れにならないようにですね、どういう仕組みを作っていけばいいのか、これはもう政府が一体としてちゃんと取り組まなければいけないというのは当然のことでありますから、どういうやり方がいいのか、今ご指摘の新しい部署を作るということも含めですね、しっかり検討。